ばあちゃん家に一旦帰ってさ。うん。ああ、いいって背中なんですよ。いい、あれ？顔でか。うわ、顔でか。目しか映ってないんよ。下の真ん中の歯がない。はあ？はあ？抜けた。抜けた。抜けましたね。バイバイ。バイバイ、下の歯。ペッパピッ。いや、あの YouTube で編んじゃっただけでさ、うん、人間の世界ではないんかな。あのペッパーピークのやつ、歯の妖精。あ、そうそうそう、なんか歯を枕の下に置いておいたらなんか歯の妖精が来て、うん、歯をなんかコインと交換してくれるやつ。キラキラのさ、うん、チョコのコインと一緒と取り替えてくれるやつ。あ、ちょっとやってみるか。そうやな、もしかしたら妖精さん来るかもしれん。やっうん、ちょっと待って、やってできんかったらどうしよう、うん、やってできん、やってできんか、やっておらんか、やってこうか、やってやって、うん、歯のままやったら、うん、YouTube でしかやってないってことがわかるから、うん、だからとりあえず一回試してみようか今日の夜。そうやな。あれが近い。そう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 。あれからちょっと赤いやろ。あれから、うん、正直に見やったわ。そう。すごい。すごいな。一生この歯を忘れない。忘れてもええよ。またこれさ、うん、歯をさ、うん、どんどん抜けていったらさ、いや、パパこんなちっちゃい頃にさ、パパの歯が20個も詰まってて、もうどうすんねんっていうぐらい。スーツを折ったから欲しかったんやけどさ、入っとるかな、また家に行って入ってなかったらまた多分どっかあの落ちとるって言ってよろしいでしょうか。そうなわけ。お弁当を入れて、ほんで袋が持ってきて。そうなわけ。ママ。ママ。なに？あのね、ちょっと今日見せたいことがあってきたの。あ、そうなの？なんでしょう？お菓子。ブブー。え？あと一回しか答えられないよ。じゃあ、折り紙。ブブー。じゃあ正解は、うん、ちょっとね、見せたいことがあるんだけど、この袋の中には何が入ってるでしょう。宝石。ブブー。石。ブブー。あと一回だよ、答えられる。うん、飴。違う違う、正解はこれ、歯でした。歯抜けたの。あら、よかったわね。歯グラグラしてたから、ね、歯がグラグラしてずっと抜けなかったから、歯医者さんに抜いてもらったの。それがちょっとママだったからね。うん。ママに見てもらって、うん、船帰ってきた。
痛くなかったの？うん、痛くなかった。泣きもせんかったし。そうか、えらいね。うん、置いとって。なんかティッシュかなんかの上でも置いとって。Thank you.